ピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、めちゃくちゃヤバいコースが送られてきたんですよ。これ見て、3000回以上してまだね、1人しかクリアしてないんですよ。そしてなんとクリア率 0.03%。 この一発マリオ、僕が過去にしてきた一発マリオの中でも一番低いクリア率だと思うんですよね。それじゃあ早速やっていきますか。あなたはキノコを取れるかな。おそらくですけど、これキノコを取ってゴールだとは思うんですよ。まあそのまま書いてる通りなんですけど、すげえ簡単そうなんだけど、このキノコ取ればいいだけでしょ。うはははは、なるほど、ドッスンに消されてしまうっていうことね。これ早くしたらダメなのかな。こう超むずい、超むずいよこれ。まあ隠しブロックは当然ないよね。まああったらクリア率ね 0.03% っていうことはないと思うんですよ。ちょっとゆっくり行ってみようか。ゆっくり行きます。あ、来ないね。こっからジャンプしたらいける説あるよ。頼む、ドッスン来ないで、ドッスン。ちょっと1人目のさ、最速クリア見ていい？12秒、結構かかってるね。っていうことはね、ここでジャンプしてキノコを取ってすぐゴールっていうことはないと思う。なんせ12秒かかってるもんね。右から行ってみようか。右からダッシュしてヒップドロップしてキノコを出す、そういう感じかな。おい！ダメだね、相当むずけえここ。それじゃあドッスンの上行ってみようか。ドッスンの上にもしかしたらキノコが隠されてるパターンがあるかもしれない。頼む、あって、なーい、ない、あ、ちょっと、やった、あったあった、あったけど、あったけど、ちょっと待って、キノコ、やった。二人目になれました。どうもコース提供ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スカイトロール。説明文の意味は全く分かんないんですけど、このスーパーマリオワールドのスキンで空みたいなステージあるじゃん、こういう虹色がいっぱいかかったステージ、それとトロールが混ざってたら大体面白いような気がするんですよね。ただクリア率はね、このコースもめっちゃ低い。さっきの一発マリオほどでは全然ないんですけど、早速このコースやっていきますか。スカイトロール、初見殺しあるよきっと。うわ、結構クリア率低いからね、初見殺しあると思ったんですけどね。まあこのまま一旦右に行ってみようか。そしてこれをかぶってからのドアに入る。いや違うの、ドアでもないけど、ドアでもなかったんだけど、ドカ入れなかったよこれさ。かぶってこのドッスを上に上げる感じだね。よしよしよし、これで次に行けるね。そして次は、うわ、ここオープンブロックめっちゃ怖いね。オープンブロック無視していこう。はっ、よし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 、じゃあここキノコ取ります。オッケー、うーわ、ファイヤーまでいるくせ。一旦降りてみようか、どうなる。あ、やっぱここ溶かさないけんパターンだね。それじゃあここは一旦キノコ取って、またファイヤーを取って下に行く。これで溶かして先に進める感じでしょう。うわ、どうしよう、左足場あるね、あのガリガリんとこ。なんで一旦このまま行こう。うわっ、ここのクリボンを一匹踏んでそのまま左に行く。そしてドアに入る。うわ、なんでよ。じゃあ右のクリボンは無視して左のクリボンを踏む。そう、これで合ってた。よし、オッケー。そして次はちょっとゆっくり行ってみていい？ここドッスンが来ないで、ね、よし、このままゆっくり。うそ。それじゃあここ走っていってみるね。走っていきます。よし、え、ブブー、嘘、上で合ってたパターンかな。うわ、ドカン入れねえ、この石親父。じゃあここはすぐ上に行こう。こう回転ジャンプで上に行きます。よし、そしてこの上のドカンだね、こっちが正解だね。うわ、戻ってきたよ。いや、いいのか、戻っ、いいね。ツタがあるってこと、一番最初のここでドッス上にやって、ここにある。うわ、なるほど、ちょっと中途半端すぎでしょこれ。壊さないでよブロックを、もう。先にどっかにやっておいてツタを出しておこう。あんな中途半端になるとか思わんかったね。じゃあここでオンオフしてドカンに入ります。ドカンじゃない、ドアね。ジャンプ、うまい、ナイス回避。でもここさ、メットを持ってきたらダメって書いてるね。メットをなくしてから上に行ってみよう。これで次に進めるんじゃないかな。上、オッケー。メット持ってなかったらさ、鉄球が出てくるんだね。どういう仕掛け。
うわ、ここ上に行っていいと思う。はっ、うっそ。それじゃこれ左から行くね。ジャンプ、よし。うわ、ここはトランで行ってみようか。ここなんか絶対なんかブラパとか出てきそうだもん。なんでトランで行きます。あ、待って、早く早く近く。危ねえ。待って、いや待って、はなー、コインのところに追っておいたら大丈夫、きっとここでいい。そしたら開くから、一個だけ。そう、開いてここに行けるんだね。よしよしよし。でファイヤー取って、っていうかここでね取れるんだ、よかった。でこのままジャンプで右、いや大丈夫、土管に連れてって。よし、それじゃあここのガリガリ抜けたらここに追っておいていい。そしたらどうなるんだ、上に行くのか、こっちで合ってんでしょ、きっと合ってる。で何もしない、あー、まだ中間ポイント1個も取ってないんだけど。やばくない、このコース超むずいよね。さすが 0.6% なだけあるで、今日の動画めちゃくちゃ長いかもしんないんですけど、ぜひ見てってください。ということでここはジャンプ、そうここまで合ってる。なんだよそこに中間ポイントなんて、こっちから取れねえの、どうかして。いや取れそうだ、取れ、いや隠しブロック。この場所に追っておいたら大丈夫みたいな。そして中間ゲット、オッケー、やった。やっと1個目の中間だね、もう終わりでいいよここ。じゃあここは待って、右逃げよう、いや。見た、これはうまかったんじゃないんですかね。まさかしゃがんで避けれるとかね、あの知らなかったんですけど、ここは上に行くべきか、それとも右に行くべきか、走って右行ってみようか。こんな感じ、こっちで合ってる、合ってるよ。じゃあここはしゃがんでおいて避けれるっていうことは分かったんでね、そして上に行くんじゃ、あ、キノコが降ってきたね、キノコを取って上に行くみたいな、そんな感じかな。うわ絶対そうだ、こいつ邪魔くせ。キノコが降ってきて、そしたらねこのブラパ、あ、ブラパじゃねえや、ブラックパック、ブラックパックじゃねえや、このパックフラワーは抜けれるっていうことだね。なんでブブーなんだよ、いい加減にしろー。このドッスンの上で合ってる、そう、うわやべ。もう一回右の方に行けばなんか変わってる、そういう感じじゃないんですか。絶対違うよね、扉があったよ、ドッスンの裏に扉が隠されてるから、そっちに入る。よし、これは分かんないよさすがに。じゃあここは上、いや下か、うわ。今の合ってんのこれ、いや合ってるっぽくない、ここほら、で倒すでしょ、うわ中途半端すぎ、危ねえ。よし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 、でここでファイヤーが出ると思う、ファイヤーか鉄球、鉄球か、でビヨン来るでしょ、お前かよ。一旦鉄球出してここでしゃがむ、オッケー、しゃがめなかったんだけど、うわあいつ邪魔だね、どっか行ってくんないかな、避けるよ、おい。これ溶かさしていいのかな、左が正解なんじゃないの、こっちはダメパターンっぽくない、うわやっぱりね、この音楽はやべえやつだよ。一旦このまま下行ってみよう、でどうすんのこれ、まあ下に行くしかないんでね、下に行ってみようか。なるほど、太陽に当たって下に行けみたいな感じから、いやこれ結構めんどくさいパターンだよここ、ちょっと当たってみる、タイミングを見て下。これ結構むずい、もう一回、あ、わかった、太陽に着火させればいいんだ、そう着火させておいてどうなるんだろう、そしてなるほど、ここで右とかに行けばやられる感じでしょ、ここで太陽にやられればいいだけか、それじゃあ赤とかに入れるようにね、太陽に壊させたらいけないんだよね、あの氷ブロックを、なんでどの辺に寄っておけばいいの、ここに寄っておいたら大丈夫、いや大丈夫だね、1個しか壊さないでくれた、2つ壊すなって。ちょっとさっきから気になってたんだけどさ、あのツタの下なんかあるんだろうね、ツタの下が正解パターンありえるよ、頼む何かやってくれ、ブーじゃねえんだよ。あの太陽がさ左上の氷ブロックどうしても溶かしてしまうんだよね、だから絶対ね太陽を出したらいけないね、ただ出さないでどうやっていくんだろう、なんかあるんじゃないのこの辺に。
上から行けんのか、なんだこのしょうもねえ罠は。うわめっちゃ悔しいしここは何もしないしゃがみ横、これでかわせるのは知ってる。でも上に行っていいよな。うわキノコ、うわここまで来てよ。うわキノコかぶってるけど、これはもう積んだ感じかな。いや絶対そうだね。一旦このドア入ってみる。うわ扉も入れんね。それじゃあここは一旦しゃがんでおくでしょ。しゃがんでおいてすぐ上、ここでキノコ取る、そんですぐ上に行く。よしオッケー。次はねファイヤーとか出るかと思ったんですけど、それはなかったね。でジャンプしていいのかな。それかここでスピンでドアに入る。よしこっちだ。でよしを手に入れる感じかな。うわここ普通に取っていいの本当に大丈夫。取るよ。いやよしごめんよ。よししてます。もう一回なんかあって頼む。よし復活して。なんか変なのが復活してるお前じゃねえんだ。いやこれで合ってんじゃないのねえ、これが正解的な感じじゃないの。ほらいや来た来た来た。でここで一番右叩いておこう。うわー坂真ん中は鉄球。ここで回転ジャンプして上がれみたいな感じか。じゃあここ真ん中のハテナブロック叩いて、こっからスピンジャンプこう。よしこういう感じだね。そしてここはチョロプーが出てくる前に左に行かないけっぽかったね。なにこの構えすげえ倒して、すげえ倒したいんで、このままスピンジャンプして倒せねえかなじゃあこのまま走ってすぐ左に行く。そうそしてこれの通り、あのガリガリの裏にねスピンジャンプで壊せる黄色いブロックがあるんですよ。あれがあるってことはね、もうデカ状態のまま行かなくちゃいけないと思う。そもそもここのヨッシーの取り方がきっと間違ってた。きっと回転ジャンプして右にこうやって行ってヨッシーを手に入れなきゃいけない。多分こんな感じでしょ。これでいけるでしょ。ほっでここで抜けていく、滑る、オッケーここでスピンで右でいいの、右でいいよね、右でいいよね。どうなんでそんなとこでよくわかんのダバダーじゃねえか。うーや出た。これは何、身体系的な感じですか。いやでもそんなに面倒くさくなさそうだねここ。よし一応足場は作ったんでこのまま、なんでそういうことすんのあ合ってる感じじゃないのここ。もしかしたら死に耐久と見せかけてゴールみたいなもん意外と多いよね。ほらゴールまで連れてってくれるんじゃない西親父。結構期待したな今のとこ。リフトに連れて行かれてゴールみたいな意外とあるじゃん、そういうトロールコースって。そういうの期待したんですけどね。そう都合よくなかった。えなんかさっきと違くない、もしかして成功パターンじゃないのここ。えこれは中間ポイントなんかまずそうだよね大丈夫、ここの中間ポイントはなんか次に進めるための中間ポイントですかね。どうなんでしょう、一旦ここでやられろみたいな感じか。とりあえずやられてさ次の様子見よう。いやこっからだね、こっから何か変わっててほしいね。いや右は何も変わってないか。さっき間違えたと思ったのが合ってて今いるところが間違いみたいな感じかな、戻されたみたいな感じ。うわ絶対そうだよね、ここ、この次から変わってんのか。どうなった、さっきと一緒やんか。家の土管の方行ってみるね。はっよしこっちが正解なんじゃないの、結局そうでしょ。うわっだから合ってたんだこっちね、きっと合ってたんだ。そして行くルートが違っただけなんだね多分ね。このドッスンの裏に中間ポイントが第3のがあるんばいきっと。そしてこっから何か違う、さてどう違うんだろう。ここまでは合ってる。でドッスンの裏の扉に行ったらダメなんだよね。右の地帯行きます、こう。そしてこっちが合ってる、いやじゃあ上の青い土管だね、多分入れるよきっと。一旦当たっていこう、ここに入れる、よし。さっき入れなかったもんね、こっちが正解か。なんかゴールくせで、これ右って書いてるね、クッパクラウンだったっけ、それは乗れないもんな。
なんでこの緑の土管が正解。うっそえ、じゃあどうやって行くんだろう。ここ右って書いてる。ここ当たれないよね絶対に。針は当たれないと思うんだよな。うわ待って、危ねえ。やった、いや来たんじゃないこれ。ほら、うわ入れねえこの右信じて行ってみる。この針当たれないよね絶対当たれないと思うんだけどな。信じて行ってみよっか。おいやっぱダメだよねそれじゃあね、ここの下に砲台が出てくるでしょ。その砲台を持ってくる。持ってこれるんじゃないの。あ、来た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 、よしよし。そしてこのまま、もうゴールなんじゃないの。結構もう1時間ぐらいやってるんだから。さてスターが来ました。このスターを取って、いやあ、あってった。こっちワンチャンあるよ、ワンチャンある。早くスターが、オッケーオッケー、早く下に行かせて。なんで下に行けねえの邪魔くせこれ左からゴールできるパターンだよ。それじゃあこの土管入ってすぐスターを取って、この玉よけます。そんで、うわ上に行っちゃった、上に行っちゃったそれじゃあ上にも行かんで玉にも当たらんようにしよう。あ、待って、スター、うわもう無理でしょ。いや来た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 、熱い、来ました。ここでね、きっとボム片を叩いたらダメだと思うんですよね。なんでスターが切れてから回転ジャンプしてチャッカマンします。チャッカマン手動チャッカマンで、ここで下に行ってゴールできるのかな。絶対なんか罠来ると思う。あ待って、無理じゃねえこれ。え無理じゃんか、どうしよう。あ、これは何よあなた何、どうしよう。あのロケット使ってゴールできないから、制作者も考えてないようなことを私しますよ。無理あ、わかった。これさ、ブランコを揺らしておいて右の方にこう、わかる、今みたいな感じでゴールできると思うんだよね。さてこっからだね。はっ、よし来たゴールでしょこれ。あーとか言われたらいいけど、ゴールでしょやった、めっちゃ長かった。多分ね、今日の動画長いかと思うんですけど、最後まで見てくれた方どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。